はい。皆さん、こんにちは。おなすの誕生日占いへようこそ。はじめに告知です。この度、個人鑑定を始めさせていただきました。ここならというところで、概要欄にリンクを貼っております。恋愛や仕事の悩み、どういったところで起業したらいいのか、この苦しみはあとどれくらい続く可能性があるのか、など、あなたの運気の流れやターニングポイント等を調べるお手伝いをさせていただきます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ立ち寄ってみてください。お待ちしております。 はい。皆さん、こんにちは。おなすの誕生日の内家へようこそ。本日も占っていきましょう。本日はスノーマンの目黒連さんを占っていこうと思います。では早速占っていきましょう。目黒連さんは1997年2月16日生まれ。まず、性格面から見ていきますと、表向きはとても豆でコツコツタイプ。で、中身は 完成された美意識をお持ちでして、とても精神的に落ち着いており、名誉運を受けやすいタイプということが考えられます。異食獣の守りの神が二つありまして、どっぷり何かに一つにこだわりを持って取り込むような集中力の星も一つあるという状態ですね。全体的に見ますと、とても落ち着いていて理性的なタイプということが考えられます。 で、表向きはとても穏やかなタイプかもしれませんが実は遊ぶことが好きな可能性もありますので遊びすぎは注意が必要です。で現在の運勢なのですが今年は金銭面お金がとても入ってくる1年間になりますので。 何をやってもうまみのある一年になる可能性があります。お金に執着すると大切な人を失いやすい一年間になりますので注意が必要です。で、来年にかけても安定の年に入ってきますので、この二年間はいい二年間を過ごしていけるのではないかなという印象ですね。で、大きな運勢で見ますと、現在はプライドの星に 支配されていますので負けず嫌いで体力が有り余るような時期に入っておりますバイタリティ溢れるような行動力で様々なことにチャレンジできますので視野を広めるにはいい時間だと考えられますね今後も頑張っていてほしいですねはいこのようにですね今後も占っていこうと思いますこの動画が良かったなと思う方はチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますそれではまた